はい、ということで今回はですね、1年ぶりぐらいにね、ソリッドゴールドをやっていきたいと思うんですけど、今回のね、ソリッドゴールドはスクワットということで、まあね、4対1でソリッドゴールはね、非常にレベルが高いということで、今回は埋めるでやっていきたいと思います。まあ簡単に言えば、僕のチームの3人をキャリーするってこと。はい、ということで、ソリッドボールやってきたんですけど、4人用だけど、なんか3人しかいない。でも、1人レベルが254というね、デビチがいるのと、あと159というデビチがいますね。はい、ちょっとね、これはね、期待しても良いのでしょうか。お前、俺の中の手出せんじゃねえよ。おい、止まれた。すごいって、これなんだけど、やば、あ、これ勝った。ちょっとどこ行きます？ちなみに仲間さんには聞こえてません、この子は。どこ？なるほど。いいんじゃない？選択的にいいんじゃないでしょうか。降りるの早くね？降りるのめっちゃ早いんだけど。ボットじゃない？この人。ちょっとなんかさ、名前にボットがついてんの。一人降りてなくね？ちょっと待って。あ、めっちゃいるし。ちょっと黄色い人今降りたんだけど。ほんと何やってんの？めっちゃいるんだけど。頭おかしいわ。ハンドケアのいらん。一番いいな、ハンドキャノン。一人死んだ。ね、ボット死んだんだけど。もう抜けたし、すごく抜けるじゃん。待ってよ。やばい危ない。こっち来んな。おい、ゴリ押し。待って、俺ゴリ押し強い。大丈夫か。やばい。待って、今なんか、今なんかロケランみたいな音しない。あいつどこ行きやがった。あいつもしや。なんだよ。もう恐竜石。もう。生きるぞ、せ。
やばい、やばい、やばい、あ、はい、来ました。え、レベル1人さ、え、ちょっと待って、3人ともなんか、やばくない？え、なんかレベチ、レベチおる。やばいっすよ、敵やばいっす、敵やばいっすよ。おーい。誰だよ、ここ選んだやつ。弟です。弟です、915。弟が195歳ってことかな。待って。オッケー、来た。待って、待って、待って、待って。オッケー、まずシールド飲んで、俺だけレベル低い。嘘だろ。ミニガン、ミニガン、ミニガンはキモい。もう仲間が死んでるから。弟も死にそうだ。さてロケットだがまだ失敗だ。黙って。ナビゲーションアルゴリズムは俺自身で最適化したから設計の問題じゃない。俺のせいにするなよ。危ない。イマジンドオーダーの妨害だ。その方法を突き止めたい。奴らの装置を分解してパーツを持ってきて解析して解決策を編み出してやる。俺は